していますので、ぜひ募集掲示板を確認してみてください。ありがとうございます。カズマさんのパーティーは現在近所の廃墟を探索中と受けたまわっております。ギルドでは近所の廃墟の探索は冒険者レベル20以上を推奨しています。レベルが上がればスキルポイントは自動で増えるが、スキルは自分で選んで習得する必要がある。一度覚えたスキルは取り消し不可だ。後悔しないよう慎重に選べよ。現在、冒険者ギルドでは爆裂魔法ダメージの全国ランキングを開催しています。ちょっと特殊なイベントですが、ふるってご参加ください。なお、集計結果が出るまでに若干お時間がかかる場合がありますが、ご了承ください。開催期間内の爆裂魔法データがまだないようです。凍土相手でも構いませんので、ガツンと一発決めてきてください。近所の廃墟か。だからって気を抜くなよ。いつだって最大の敵は油断という名の怪物なんだからな。いらっしゃいませ、カズマさん。実はバニルさんにまた怒られてしまって、売れない商品を処分されてしまいました。そんなわけで今は少し品揃えが悪いですけど、頑張ってお店を立て直していきますので、これからもよろしくお願いします。あと品数は少ないですが、武器や防具も取り扱いを開始しました。ありがとうございました。またいらしてくださいね。ビズに素材を売ると店の規模に合わせて装備品やアイテムの取扱品が増えるって言ってたな。